わけで今日も元気にシノクロチャンネルのお時間です。今日はですね、モンスターストライク、モンストをやっていきたいと思います。ただいま、獣神祭第2弾来ておりますので、こちらをガチャガチャっと行ってみたいと思います。ちなみに、昨日、アグナックスさんとロビンフットと、あと誰だっけな、誰かがピックアップしてたんですけども、一応ね、ちょっと昨日仕事が終わるのが遅くて10連だけ回してみたんですが、その時はね、クロノスさんだけしか出ませんでした。クロノスさんの使いどころをちょっと教えていただければと思うんですけど、まだちょっと2体目なんですけど、クロノスさん全然ね、育てられてなくて、もしよろしければね、クロノスさんのね、使いどころを教えていただけると嬉しいなと思うのですが、そんな感じでね、新キャラがね、なんと出ておりまして、ロビンフッドめっちゃ強そう。狙いかないめっちゃ使えるっぽいじゃないですか。依頼かない辛いかなり倒せない雑魚プレイヤーなんで頑張りたいなと思ってるんですけれども、本当にちょっと超絶爆絶でクリアできてないの、本当に依頼かないだけなんでね、本当毎日依頼かない来てほしいんですけどでは行きましょう。てっ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 てんよしさ、頼むよ。手とか見たいよ、久しぶりに。ちょっとね、今回音が聞こえてないので、もし、ストライクショットとか言ってたら、ちょっと聞こえてないんですけど、ちょっと反応がないかもしれないんですけどね。まあまあまあ、言わないだろ。ストライクショットそんな感じで。あー、お願いします、本当に。うふえ。おーなんだっけ持ってる。おーあれ結構いいじゃん。だって、デレブさんでしょ、リュウビさん。あれなかなかいいんじゃないですか。全くピックアップは出てないですけどね。あ、でもちょっと調子がいい。まあ、持ってるんですけどね、両方ね。いけそうな気がする。20連目いきたいと思います。あ、お願いします。ロビンフット欲しい。あ、出ないか。欲しいな。グラックスとか。ロビンフットアグナックスでもいいの、もしくは天草さん。本当に天草さん。今日ピックアップしよう、天草さん。知ってるんだから、ピックアップってこと。うわ、ロミオ来た。はい。悪くないよ、悪くないけど、新キャラじゃないんだな。まあ、出ないですね。こういうキャラはね。ロビンフット、重視祭限定なんだ。グリーンファンタジーも出ないんだ。まあ、グリーンファンタジーはデドラビちゃんか。まあ、こんな感じでございました。というわけで、なんかね、なんとも言えない感じになってますけど、まあまあ悪くないですよ。20連で、しかも結構使えるキャラが3体出ましたからね。全然悪くないんですけど、まあ狙いのロビンフットさんは出なかったということで、はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。皆さんはね、ロビンフットいかがでしたでしょうか。結構単発で出した方も多かった。あ、でもあと12個あるからいっちゃおうかな。2連。いく？いっちゃおうか。お願いします。21連目。これ出たら超嬉しいんだけど、本当に。ビービーさん王子様王子出ちゃったよ。おさおか。もう一回。ラスト。22連目。ビービーの呪い。来た。はい、というわけで、皆さんはね、ロビンフットゲットできましたでしょうか。すごいね、ゆきにゃしょとかね、ゆき太陽さん、ゆきにゃそとかね、ゲットしてたんで、あと、フレンドさんね、やっぱね、こう引くとね、新しくキャラが出るのでね、すごいいいなと思って見てます。そんな感じで、はい、Twitter やってます。@シノクロチャンネルでやってます。ぜひ Twitter フォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下のお手ボタンから登録いただけますと、動画の更新通知が届きますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、ラスト、じゃんけんいきます。せーの、シノクロじゃんけん最初はにゃん、じゃんけんぽい、グーです。なので、パーの人、明日行くことあるかもよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。